7月26日火曜日、榊原温泉旅館清少納言2階会議室で、市政懇談会、対話と連携のまちづくりが開催されました。この市政懇談会は、津市総合計画に掲げる諸施策を市民の目線で考え、対話と連携のまちづくりを進めるため、輝く地域づくり、活力あるまちづくり、地域福祉の推進、行政サービスの在り方をテーマに、市長が市民と行政について直接懇談することを目的として開催しているものです。今年度は各総合支所及び本庁管内で10カ所開催を予定しており、輝く地域づくりをテーマに、市民活動団体や関係団体と共同の在り方や連携のための方策、魅力ある事業展開の方向性などについて意見交換を行うこととなっています。前橋町が市長に就任してから初めての開催となったこの日の懇談会は、榊原温泉を核として地域活性化に取り組んでいる榊原温泉振興協会の皆さんと、榊原温泉を活用した地域の活性化などについて約2時間懇談が行われました。はじめに前橋町が、地域住民と行政とが一緒になって考え、知恵を出し合い、継続的に意見交換していきたいと思っています。今日の懇談会は、明日の榊原地域の活性化につながるよう期待しますと挨拶しました。懇談会では、榊原温泉の観光客が年々減少し、地域でも少子高齢化が続く中で、今後榊原地域が活性化していくにはどのようにして住民、行政、関係団体が協働していくのか、またどのような取り組みを行っていけばよいのかなどについて活発な意見交換が行われました。あるいは来た人にこれどれを見ればいい。今後の開催予定日と懇談団体は、今月4日木曜日には川毛庁舎で豪の会と、9日火曜日には三郷庁舎で南長野十二支会及びふるさと愛好会と、12日金曜日には常留の里一市で平田地区コスモス管理組合関係者及び子ども元気づくり協議会との懇談会が予定されており、どの会場も一般公開し傍聴席が設けられます。事務を担当する市民交流課は、市長と市民の皆さんとの直接の対話により、市民の皆さんの思い、地域の特性、直面されている問題などを具体的に伝えていただけると同時に、行政をさらに身近に感じていただけることで、お互いの信頼関係を深めていただけるものと思いますと話していました。